ずいぶん兵糧溜め込んでんな。こいつを放置しちゃ小田原は落ちねえぜ。あの倉庫がら空きじゃん。潰し放題だな。かようなところで賞を落とされては話にならぬ。皆油断せぬようにな。あの、最初徳川の患者と思っていました。申し訳ありませんでした。今までの了見を思えば仕方ありません。あと、そんなにかしこまらなくていいですよ。そうすか？信行様の奥方なんであれかなと。じゃあ、これからよろしくね、命。命？うんうん、これは女の子同士じゃないと思いつかないことだよね。悪い子だれだ。しまった、不覚を。雪浦、大丈夫なのか。ここで倒れるような男ではない。それより他にも偽装した兵がいるやもしれん。どうにかまとめて処分する方法はないのか。金爪、まとめて処分するには燃やすのが一番です。あなたも相変わらずお元気なやつ。元気にならえをさせてあげましょう。どうぞお構いなく。うんうん、これは女の子同士だからこそ思いつく。女の子？何か言いましたか？この位置、引くわけにはいかぬ。亡くなってしまう。敵将撃ち取ったり。余興がこれで終わりで面白くなかった。雪原様、場外へお戻りください。バカ、戦はまだ続いている。私だけはそんな。足手まといだって言ってんだよ。分かってるでしょ。すまね。潜入させた忍びがそろそろ動きを見せる頃であるな。目印に乗るシーンを上げていった。全てあらかじめ手を打ってあると。これが勝つべくして勝つ軍略というの。
様にこれほどの悲哀の用意を。では雪村様、ちゃんと逃げてくれたかな。いくらあの人だって怪我をして戻ってくるほどバカじゃないでしょ。父への軍略、味方であればこれほど心強いものはないわね。ただ味方ですが混乱する時がある。信之様、父上に対してそんな。これだけ溜め込んだものであるな。なぜ天下のために使わぬ。早々に下ればよいもの。よし、だがこれは序の口、本番はここからだ。早めに城の中枢をつければ一泡吹かせられよ。の兵糧を蓄えるとは、本性も大したものですね。いざという時は八幡城や八王子城にも運び込むため、まさに物資の集積地。ここを第一に狙ったのは正解だった。正幸殿の読み通りか。よく殲滅するしかない。しまい申した。上は城内に蓄えた兵糧だけでも我らの手で守りましょう。兄上。